分なりのやり方でリラックスした意識状態になります。地球を最適なタイムラインへと移行させるための手段として、またサル痘の感染拡大を防止するための手段として、この瞑想を用いる意図を表明します。ソースからバイオレットフレームを呼び出し、瞑想中とその後も自分の周囲に保護の筒を設定します。バイオレットフレームに光のためにならないすべてのことを変容するように求めます。宇宙のセントラルサンから白く輝く光の柱が発せられて、
次にこの宇宙のすべての銀河のセントラル3にそれが分配される様子を視覚化してください。次にこの光が銀河のセントラル3を通って私たちの銀河に入り、次に太陽系に入り、太陽系内部のすべての光の生命体を通って、地球のすべての生命体と自分の体を通り、地球の中心まで届く様子を視覚化してください。この光が地球に残存するすべてのサル痘ウイルスを変容させる様子を視覚化してください。この光がすべての感染地域を除染する様子を視覚化してください。
この光が全ての感染者を癒す様子を視覚化してください。この光が感染に関連する恐怖心すべてを除去して安定性を回復する様子を視覚化してください。地球で発生する事象の経過は、最良のタイムラインの移行に向けられたものであり、すべての感染を避け、すべての戦争を回避し、すべての地球支配から逃れる方向に移行する様子を視覚化してください。
白、ピンク、青、金の光がすべての不平等を解消し、すべての貧困を改善し、全人類に豊かさをもたらす様子を視覚化してください。新たに水瓶座の時代の大きな宇宙周期が始まり、地球のすべての生命体に純粋な光と愛と幸福をもたらす様子を視覚化してください。女神は平和を望んでおり、平和が訪れます。